私は東北の田舎の出身です大学時代は千葉で過ごし社会人になってからは仕事の関係で都内に在住しています数年前にゴールデンウィークを利用し帰省した時のお話です実家に帰り犬と遊んだり 同級生と会ったりしていましたがもともと一人で街をさまようのが好きでこの日は実家から最寄りの駅まで行き駅の近くの商店街を歩いていましたお腹が空いたなと思い携帯を見ると12時半を過ぎていましたチェーン店の店がありましたがたまにはいつもと違うのが食べたいなと思っていました 本屋さんの隣に細い道があり何気なく入ってみると手打ちうどんのお店があり引き寄せられるかのように中に入りましたメニューを見つつ普段はチェーン店で満足していた俺は天ぷらうどん千百円とありちょっと高いと思いつつも注文した周りのお客さんが食べ終わり 待つこと20分くらい。出てきたのは大きめのかき揚げが2枚イカ天エビ天,舞茸天マイタケ天さつまいも天ししとう天ナス天などたくさんの天ぷらの盛り合わせとうどんだった今まで食べた天ぷらの中で一番おいしかった 最終日の帰る日にもう一度あの天ぷらうどんを食べたいと商店街に行った。しかし本屋さんの隣はマンションが建っており、いくら探しても見つからなかった。近くのお店の人に、この辺ですごい量の天ぷらうどんが食べれる店を知りませんかと尋ねたが、 生まれてからずっと住んでるけどそんなお店はないとただ年に何回かあなたと同じようにそんなことを聞く人がいると言われた